S2000 は1999年に発売されました。直列4気筒ドアアブテックエンジンを搭載し 250PS を発生、ダブルウィッシュボーンサスペンション、電動アシストステアリングを装備していた。コンパクトで軽量なエンジンを搭載し、前後重量配分は50コロン50とした。ホンダ NSX は1989年のシカゴオートショーで発表されました。ドア 3.0LV6 エンジンにブテックを搭載。トランスミッションは5速 MT で、アイルトンセナの協力のもと開発されました。エンジンは B18C、B18B、Z-C の3種類が用意された。1995年8月24日、インテグラの3ドアクーペと4ドアハードトップにそれぞれタイプ R が初設定された。1998年1月29日のマイナーチェンジでは、ケータハム7キットで販売されたライトウェイトスポーツカー、ロータス7をベースとする。初期にはロータスツインカムエンジン、その後フォードのクロスフローエンジンが採用された。初期モデルはライブリアアクスルを採用し、当初はフォード、後にモリスイタルが採用された。3.2LS54 エンジンは BMW S50 自然吸気直列エンジンの最終進化系である。2000年9月から2006年8月まで生産され、85,766台が販売された。 M3 は1999年のドイツ国際モーターショーでコンセプトモデルとして発表され、ランサーは1996年にプラットフォームが一新され、RS と GSR という2つのバージョンが発売されました。エンジンの出力が上がり、4輪で 280PS となりました。RS は 1260kg、GSR は 1345kg と、それまでのエボより若干重くなった。スピリット R タイプ A は2002年に登場し、宇品 U3 工場で生産された最後の1台である。タイプ A は 280PS を発揮した。 BBS 製17インチホイール、レッド塗装のブレーキキャリパー、専用インストルメントパネルなどの専用パーツを装着した。タイプ A には専用のレカロ製フルバケットシートなどが装備された。シルビア S15 は1999年に 250PS で、トランスミッションは6速マニュアルと4速オートマチックが設定された。スペック R では大型のアンチロールバーやストラットブレーシングを採用し、シャシーとサスペンションを大幅に強化した。